トロイ・ケネス・エイクマンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ウエスト・コビーナ出身のアメリカンフットボールの元クォーターバックである。NFL のダラスカウ・ボーイズで活躍し引退後はフォックステレビの解説者となっている。またナスカーにレーシングチームの共同所有者として参加している。同時代では最高のクォーターバックの一人と考えられており2006年に プロフットボール伝道入りを果たした。当時、チームメイトの W.R. マイケル・アービン、R.B. エミット・スミスと共に、トリプレッツと呼ばれ、1990年代のチームの黄金期を支えた。三人兄弟の末っ子として、カリフォルニア州ウエスト・コビーナで生まれた。その後セリトスで育ち12歳の時に、一家はオクラホマ州ヘンリエッタに引っ越した。高校時代彼は、 アメリカンフットボール、野球で活躍し彼の背番号は後に永久決番となった。ニューヨークメッツからオファーがあったが彼はフットボールを大学で続けることを選択し、バリー・スー・イッツァーがヘッドコーチを務めていたオクラホマ大学に進学した。1984年、彼は先発出場し、ミネソタ大学、カンザス州立大学、 全米ランキング17位のテキサス大学を破ったが10月19日にジミー・ジョンソンの率いるマイアミ大学と対戦した際に彼はジェローム・ブラウンにサックされてシーズン絶望の怪我を負った。エークマンを失ったチームはウィッシュボーン・オーフェンスに切り替え1年生 QB のジェマル・ホルウェイが先発出場するようになった。チームはペンシルベニア州立大学を翌年1月の オレンジボールで破り全米チャンピオンとなった。オクラホマ大学での先発の座を奪われたエイクマンは UCLA に転校した。UCLA に転校して1年間は規定により公式戦への出場はできず練習生として過ごしたが、その後2年間で20勝4敗の成績を挙げた。3年次に彼は10勝2敗でシーズンを終え、アロハボールで フロリダ大学を20の16で破った。4年時の1988年には、全米トップの QB に与えられる、デイビー・オブライエン賞を受賞した。UPI 通信からは、西海岸最優秀選手に選ばれファイズマン賞でも3位の、表を得た。この年も前年と同じ10勝2敗で OAUSC と、ワシントン州立大学にのみ敗れた。1989年1月に、 ダラスで行われたアーカンソー大学とのコットンボールでは17から3で勝利した。1989年の NFL ドラフト全体1位、指名権利を確実なものとしていた。ダラスカウボーイズの地元メディアはエイクマンをカウボーイズの将来の QB とするべきだと訴えた。また当時のヘッドコーチ、トミランドリーも練習風景を見に行った。エイクマンは UCLA 史上2位のパス成績を残した。2008年、エークマンは、ルー・ホルツ、ビリー・キャノン、サーマントーマスらと共にカレッジフットボール伝導入りを果たしている。1989年の NFL ドラフトで彼は、毎シーズンに3勝13敗という深刻な不振に、アイギット・トム・ランドリーが解任された、ダラス・カウボーイズから全体1位で指名されて入団した。 しかしカウボーイズは、ドラフトの数ヶ月後に行われた補充ドラフトの一巡目で、ジミー・ジョンソン新ヘッドコーチの教え子、スティーブ・ウォルシュを獲得した。先発 q b 争いに勝った、彼は開幕戦から先発したが、第1週のニューオーリンズ・セインツ戦では0から28で敗れ、第2週のアトランタ・ファルコンズ戦では、マイケル・アービンへの65ヤード、プロイリアとのタッチダウンパスを決めたがに、 インターセプトを起死した。フェニックスカージナルス戦では379ヤードのパスを投げたがこれは当時の NFL 新人記録であった。シーズン途中左手の指の負傷などにより欠場した、彼は先発した11試合で勝利を挙げることができず、パス293本で155本の成功、百四十九ヤード、九タッチダウン、十八インターセプトの成績でシーズンを、 得たチームは1勝15敗に終わり、トムランドリーの解任の衝撃を受けた地元ファンやマスコミから、エイクマンは痛烈な非難を浴びた。しかし1990年、ランニングバックのエミット・スミスが、ドラフト一順で指名されて、入団、終盤に4連勝を挙げて7勝9敗と成績は、向上し、プレーオフにもう一息であった。翌1991年、 エークマンは、開幕から11試合に先発し6勝5敗という、成績を残したが、第12週のワシントン・レトスキンズ戦で負傷し、その後控え QB スティーブ・バーラインの活躍などにより、チームは、プレイオフ出場を果たし、ワイルドカードプレイオフで、シカゴ・ベアーズを破った。ディビジョナルプレイオフでエークマンは復帰、デトロイト・ライオンズと対戦したが6から38で、大敗した。 この年エイクマンはプロボールに初めて選ばれた。1992年シーズン、エイクマンはパス302本成功、3445ヤードを獲得、23タッチダウンを上げてチームは NFC2 位の13勝3敗でシーズンを終えた。フィラデルフィア・イーグルスをディビジョナルプレイオフで破り NFC チャンピオンシップゲームで サンフランシスコフォーティナイナーズを30から20で破り、第13回スーパーボール以来14年ぶりとなる、スーパーボール出場を果たした。第27回スーパーボールでは、カウボーイズは、バッファロービルズを52から17の大差で破ったが、エークマンもパス30本中23本成功、273ヤードを獲得し4タッチダウンを決めて MVP に選ばれた。また、 この年のプレイオフではこれまで、ジョーモンタナが持っていた、パス成功数83を上回る89回のパスを成功させる、プレイオフ記録を作った。1993年、チームは、開幕から2試合 SRB のエミット・スミスが、契約に不満を持ちホールドアウトしたこともあり、連敗でスタートしたがエイクマンは、QB レーティング99.0を記録し、チームは、 NFC1 位の12勝4敗で終えた。プレイオフではこの年より先発 QB となったブレット・ファーブのグリーンベイパッカーズを破り NFC チャンピオンシップゲームではサンフランシスコフォーナイナーズを38から21で破ったが相手 DT のデーナスタブルフィールドの膝が頭部に当たりのオーシを起こし退場した。第28回スーパーボールでまたもバッファロービルズを 30から13で破り、史上4チーム目のスーパーボール連覇を果たしたが、試合終了後、エークマンは、脳震盪の悪影響がまだ残っておりどのようにプレーしたか覚えていないと話した。スーパーボール連覇後、ジョンソンヘッドコーチとゼリー・ジョーンズオーナーは仲違いし、1994年3月29日に、ジョンソンは辞任、バリー・スウィッツァーが公認となった。 この年エイクマンは、史上初のスーパーボール3連覇を期待され、ディビジョナルプレイオフでは、グリーンウェイパッカーズを38から9で破ったものの、NFC チャンピオンシップゲームで4 9ナーズに28から38と破れて3連覇の夢は消えた。1995年、エイクマンは3300ヤード以上のパスを通し、レギュラーシーズンを NFC1 位の12勝4敗で終えた。 プレーオフでは、フィラデルフィア・イーグルス、グリーンベイ・パッカーズを破り、1996年1月28日の第30回スーパーボールにおいて彼は1、タッチダウンパスを決めてチームは27から17で、ピッツバーグ・スティーラーズを破り彼は3回目のスーパーボール優勝を味わった。1996年、チームの得点が30チーム中25位となる、不審にもかかわらず、 チームは10勝6敗で地区優勝を果たした。ワイルドカードプレイオフでミネソタバイキングスを40から15で破ったがこれが彼の現役でのプレイオフ最後の勝利となり、カロライナパンサーズに17から26で敗れてシーズンを終えた。1997年、彼はチーム史上初となる3年連続3000ヤード以上のパスを達成したがチームは6勝10敗と低迷。 5年ぶりにプレイオフ出場を逃した。エイクマンは、スイッツァーヘッドコーチがチームに規立をもたらせないからだと批判。このシーズン終了後スイッツァーは解任された。その後エイクマンは度重なる負傷に苦しめられた。これは、チームの一部のプレイヤーの年俸が高騰し、サラリーキャップ制度の中で、オフェンスライン人に良い選手を集めることができなくなった。 ことが一つの要因として指摘されている。1998年、5試合に欠場したものの10勝6敗で、地区優勝を果たしホームで、アリゾナカージナルスを迎え撃ったが7から20で敗れた。1999年、第1週のワシントンレッドスキンズ戦では、自己ベストの5タッチダウンを上げて、オーバータイムの末勝利した。この年8勝8敗でシーズンを終えたが、ワイルドカードで、 プレーオフに進出、ミネソタバイキングスに10から27で敗れた。これが彼のプレーオフ最後の試合、またエークマン、スミス、アービンの3人が揃った最後の試合となった。2000年、この年彼は、脳震盪に悩まされランドールカ・ニンガムと併用して、起用された。12月10日、ワシントン・レトスキンズのラインバッカーラバー、アーリントンからヘルメットが凹むほどのハードヒットを受けて、 自身10度目となる脳震盪を起こし、これがキャリア最後の試合となった。この年チームは5勝11敗でシーズンを終えた。2001年、エイクマンはチームから7年間7000万ドルの契約延長を提示されていた後、3月7日にウェーバーにかけられ、4月9日現役引退を発表した。エイクマンはキャリア通算32,942ヤードの チーム新記録を樹立。通算94勝を挙げ、そのうち90勝を1990年代の10年間に挙げてこれは NFL 記録となった。引退直後の2001年シーズンから FOX、NFLON、FOX の解説者としてデビュー。解説1年目はジョン・マッテンに次ぐナンバー2として、かつてのチームメイトであったダリル・ジョンストンの愛称で知られた。 フルバックとのダブル解説であった。翌2002年は、マッテンの ABC 一席に伴い、ナンバーワンに昇格、現在まで、実況の上学区とコンビを組んでいる。これまで、スーパーボールの解説を4度担当した、第42回、第45回、第48回。2005年、ロジャースとバックらと共にナスカーの、レーシングチーム、ホールオブフェームレーシングを設立。 翌2006年シーズンから、ネクステルカップに参戦している。またトロイ・エークマン基金を設立し、小児病院の建設に取り組んでいる。テキサス州ダラスで、報道社の販売会社を営んでもいる。2005年9月19日のマンデーナイトフットボール、ワシントン・レッド・スキンズ戦のハーフタイムに、長年のチームメイト、マイケル・アービン、エミット・スミスと共にリング・オブ・オーナーに推薦された。 2006年8月5日に、ハリー・カーソン、ジョン・マッテン、ウォーレン・ムーン、レジー・ホワイト、レイ・フィールド・ライトと共にプロフットボール伝道入りを果たした。表彰式で彼は、カウボーイズの攻撃システムやアービン、スミスらへの感謝を述べた。2009年2月7日、UCLA とノートルダム大学とのカレッジバスケットボールのハーフタイムにカレッジフットボール伝道入りを祝う式典が行われた。 2009年3月にサンディエゴ・パドレスのオーナーグループの一員となった。また、同年7月2日には、ヒューストン・アストロズ戦で始球式を務めた。その際、1984年に、ニューヨーク・メッツが彼の獲得に関心を持っていたことが明らかにされた。2010年2月9日、ナショナルフットボール・ファンデーションの取締役となった。ドリー・モーガン、サンドラ・ブロック、 ジャニン・ターナーとのデートが目撃されたこともあったが、2000年4月8日、カウボーイズの候補をしていた女性とテキサス州、プレーノで結婚した。二人は結婚することを秘密にしていたが、フォックススポーツの解説者、ジョン・マッテンが、マスターズトーナメントの際に漏らしてしまった。1999年には、スポーティングニュースが選ぶ偉大な100人の95位にランクされた。 ザ・シンプソンズのサンデー、クラディサンデーというエピソードにダン・マリーノと共に出演している。2001年のビリー・グラハムの83歳の誕生日を祝うビデオにも参加した。ダンシング・ウィズ・ザ・スターズにも登場している。ありがとうございます。